こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？今日は各社さんの当店取り扱いのね、クリーナー、こういうこの前もちょっとやりましたけど、ガツオチ君で、発泡ウレタン系のこうね、これ汚れつきやすい、汚れ落としの比較動画をやってみたいと、お客さんかな思います。ちょっと待ってください、お客さん来たからね。はい、変えられました。どこまで話しましたっけ。そうですね。で、試す商品はこのバットですから、まずはアシックスさんのバットクリーナー、それからちょっとこれ落書きしちゃってるけど、定番のホワイトベアのレザーローション、乳液タイプ、オイルタイプですね。それからこちら新商品、この前もやりましたワールドペガサスさんのカツオチくん、それからこれもうちでよく使うロリングスさんのスーパーストロングメンテナンスクリーナーですね。使用については私試してやってますけど、材質によって向き不向きがあると思いますんで、その辺はねちょこっと目立たないところで試してからやってくださいね。変になっても知りませんよ。うちは試しでやってますからね。はい、どうぞ。はい、じゃあ軽く拭いて、どれからやりますか。公正に新しい歯ブラシを用意して、じゃあこのアシックスさんのバットクリーナーから試しますか。どうかな、こう練り状でございます。はい、でちょんちょんと、どうなんだろうね、この辺行ってみよう。じゃあこの辺ちょっと行ってみようか。でも汚れ残しとかないとダメだから、この辺行ってみようか。大きくする。この辺どうかな、ちょっと伸ばしておこうか。効果を見せるためにカットなしでね、これどれくらいこすったら落ちるのかなっていう話よね。とりあえずこれでいってみる。じゃあこの歯ブラシはこれね。でこすってみる。うん、少しこれぐらいで落ちるね。じゃあ次何いく。これどうかわからないけど、ホワイトベアのレザーローションね、結構好きなんだけど、これに使っていいのかどうかっていう問題もあるけどね。じゃあこれは、これどっかに出さないとダメか。ちょっとこうやっていって、ここに出して、で、チューチューとつけて。これグラブ用、革用だけどね。じゃあ今この辺やったから、この辺行ってみる？どうだろう。めちゃめちゃ落ちるわけではないけど、これぐらい、ね、じゃあ順番に今度どの辺、この辺
もうやってみる、これはこれと。じゃあガツオチ君いってみようか。はい、ガツオチ君か直接つければよかったんだったっけ。どの辺がいい、この辺いってみる。ピッチョどうかな。ゾチ君、ごめんなさい。落ちるのは落ちるね、やっぱりね。でも残るよな。そんなにめちゃめちゃガツガツ落ちる感じではないね。じゃあ最後こうやってみましょうか。一番よく使う、オリングス乱獲入りスーパーストロングメンテナンスクリーナー、これ使うと白くなるよっていうね、白くなって嫌だっていう人あるけど、これ乱獲が入ってるから よく拭き取らなくちゃダメだよ。拭き取ってない証拠だね、白くなるのはね。グラブ、スパイク、エナメルバッグって書いてあるから、まあいいんじゃないか。どうだ、こっちにコテコテついちゃってな、こっち使うか先。じゃあどの辺、今やってこれやってこの辺行ってみようか。どうぞ。これもまあめちゃめちゃすぐ落ちるわけじゃないけど、こんな感じ。やっぱすぐチュルチュルっと落ちるわけではない、どれもね。ちょっとこんな感じなんだけど、継続してやってみようか。ちょっとそれぞれ使い勝手をね、これ今これです。これが一番よく落ちるような気がするんだけどね。どうだろう、もうちょっとこう時間をねかけてやってみよう。これが綺麗になるのにどれぐらい時間がかかるかだね。また今日も面白くない動画だな、これ。またこするだけっていうね。でもこれ早送りしちゃうと分かんなくなっちゃうからね、飛ばしたりね。だからどれぐらいの時間でどうなるのっていうね、簡単には落ちないぞってことだね、こういうのね。この前もだいぶ苦労したからね、一部やるのにね、時間かけて。まあ落ちるけど、
ちょっと。うん、一番よく落ちるかなと思う。これでもなかなか落ちないね。あれじゃない？この歯ブラシの限界で、実はこのガツオチネットくんが一番効果があるんじゃないか。ちょっとやってみようか。いろいろ混ざっちゃうけどもいいね、この際ね。こう、そうか、これを、あ、いいか。こうつけて、で、なんかこの辺でやるって言ってたちょっと違うのやってみようか。ガツオチ君やってみようか。じゃあガツオチ君この辺。なんかダラダラして結論が出ない動画になりそうだな。このここのとこでやれっていうか、この硬いとこでね。ガツオチ君の落ちるのかな。しないぞ。材料材質にもよるのかね。バットのね、ほらそんな落ちないね。じゃあちょっと違うのやってみようか。今度はこの辺やってみる。つけちゃえ、つけちゃえね。おおおおおおお、裏返して、はい、いいんじゃないか。ちょっと広げてみようか。この辺どうだろう。変わらないか。急に落ちないよね。じゃあ次これ、これバットクリーナーだけど金属バットなのかな。ちょっとそこの方に書いてあるからちょっと上向けてみないと。特に書いてないね。バットクリーナーとしか書いてない。まあいいや、やってみないと分かんないからな。みんなができない実験をここでやるわけだから。ちょっとこれ、付け方が、このさっきの歯ブラシで、どこ行こう。どこやってなかったっけ。まあ、この辺、ペトッとな。お、ぱっちりですね。
そう、クリスほど落ちないよね。落ちるようになるんだろうね。やり方はダメかな。はい、じゃあこれガツオチ君ネットやめて、こっちのドリングスさんの何だったっけ、ちょっと名前、はいはい、あの強力クリーナースポンジね、ロリングスさんの強力クリーナースポンジだから、ロリングスさんだから、これやってみる、これね、つけて、これも効果ありそうだな、うん、お、これ落ちるぞ。このコベコベはなんだ、字だ。うん、あ、この組み合わせやっぱりいいかもね。うん、でこの辺、はい、違うのをやってみようか。このカードでガツオチ君、ガツオチ君どの辺やってみる、この辺行こうか。お、落ちるぞ。おお、結論的にあれだね、まあいろいろこうね、汚れ落としはあるけれども、そんなに個体差ないかな。うん、で、何でこするのって、ここがポイントですね。今のところこれもいいけど、これがいい。多分繊維の硬さとか細かさとかがあるんだろうね。まあこっちのとの相性があるけど、うん、ちょっとこれもやってみるよいしょ、この辺、ほとんど落ちた。おお、なるほどな。いろいろ試してみるもんだね。うん、よっしゃ。はい、どうでしたか。結論としては、目立ってそんなにめちゃくちゃ差はない。使いやすいの使ってください。で、問題は何で汚れを落としますか。このスポンジの方ですね。こちらは一番ね、汚れ落ちの有無に関係してくるという結論付けで終わりたいと思います。それでは皆さん、さようなら。
ー。